高校日本史探究近代一問一答聞き流しこの動画の問題は学研さんの聞いて覚える日本史探究と同じものを使用しています YouTube と合わせて使用するとさらに効率よく学習ができますそれでは始めますテーマ57開国と江戸時代の滅亡アヘン戦争における真のイギリスへの敗北などが伝わると 幕府は1842年にある法令を出して異国船打ち払い令を緩和した。この法令は何か答え、天保の浸水給与令。1846年、アメリカ東インド艦隊司令長官が裏側に来航して日本に開国を求めたが、日本は拒否した。この司令長官は誰か 答え、ビットル。アメリカ捕鯨船への浸水補給を円滑にするために、1853年にラガに来航し、日本に開国を要求したアメリカ東インド艦隊司令長官は誰か。答え、ペリー。1853年。 幕府は栗浜でアメリカ東インド艦隊司令長官ペリーから開港要求を記したアメリカ大統領の国書を正式に受け取ったこのアメリカ大統領とは誰か答えフィルモア大統領1853年6月ペリーが浦賀に来航したその月12代将軍徳川家吉が没したため 福山藩主であった老中主座が南極に対応した。この老中主座は誰か答え、安倍正宏。十三代将軍は病弱で子がなく、将軍軽視問題をめぐって一橋派と南紀派とが争った。十三代将軍は誰か答え、徳川家沙だ。 1853年裏側に来航したペリーはひとまず退去したが、続いてロシア施設が長崎に来航し、開国要求を行った。来日したロシア施設は誰か答え、プチャーチン。または、プーチャーチン。開国を迫られる中で、 幕府はついにアメリカと1854年に条約を結んで約200年来の鎖国政策から転換した。この条約を何というか。答え、日米和新条約。江戸幕府は1854年にアメリカと日米和新条約を結び、二項を開港した。二項とは函館とどこか。 答え下だ日露和親条約が結ばれ国境についてはある島以南を日本領ウルップ島以北をロシア領としカラフトは両国人雑居の地として境界を定めないこととされたある島とはどこか答え択捉島 安倍正宏が安政の改革において幕政に参加させた全水戸藩主は、日本も軍艦を持って解剖を強化すべきだと上申した。全水戸藩主とは誰か答え、徳川成明。1855年に江戸幕府は、オランダの協力を得て、長崎に海軍に関する教育機関を創設した。 この期間を何と言うか答え、海軍伝習所。安倍正宏に続いた老中取材で桜藩主は、公明天皇が通商条約の締結を拒否したため、条約締結を保留した。この老中取材とは誰か答え、堀田正義。 彦根藩主で大老に就任し、1858年、アメリカと通商条約を締結した人物は誰か答え、イーナオスケ。イーナオスケは天皇の直居を得ずに日米修行通商条約締結を強行した。この時の天皇は誰か答え、 公明天皇。1858年に結ばれたアメリカとの通商条約を何というか。答え、日米修行通商条約。幕末に日本と欧米諸国との間で通商条約が結ばれると、五皇が開港上として指定された。五皇とは神奈川。 長崎、兵庫、新潟とどこか。答え、函館。日米修行通商条約においては、日本に滞在するアメリカ人はアメリカ領事が裁くことになった。アメリカに認められたこの特権を何というか。答え、領事裁判権。または、 違い保権。日米修航通商条約においては、日本は自国の関税率を自主的に規定できる権利は認められず、協定関税が約束された。日本に認められなかった関税率に関する権利を何というか。答え、関税自主権。幕府が、 1858年中にオランダ、ロシア、イギリス、フランスともアメリカと同様の条約を結んだことから、これらの条約は何と総称されるか。答え、安政の5カ国条約。日米修行通商条約の条約批准書を交換するため、1860年、県米施設の随行として、 軍艦カン,リンマ丸がアメリカに渡った。このカン,リンマ丸の艦長は誰か答え、勝海舟、または勝吉国。貿易額の大半を占めた横浜港における1865年の貿易相手国のうち、輸出入ともに最も取引が多かった国はどこか 答え、イギリス。1865年時点で、欧米列強との貿易において、日本からの輸出品全体の80%を占めた輸出品の第一位の品目は何か。答え、キート。1865年時点で、 欧米列強との貿易において輸入品の第一位だった品目は何か答え、毛織物。江戸幕府は1860年、物価統制の名目で五品を必ず江戸の問屋を経て輸出させる法令を発した。この法令を何というか答え、 五品江戸海藻霊。五品江戸海藻霊の五品とは、雑穀、牢、五福、生糸ともう一つは何か。答え、菜種油、または水油。日本と外国との金銀比価の違いから、 多量の金貨が日本から海外へと流出した。幕府は品質を大幅に引き下げた金貨を鋳造したがこの金貨を何というか答え、ま、ん延小判。日米修好通商条約締結の強行で孔明天皇の怒りを買った大老井伊直助は一部の志士から強い非難を浴びた。 この志士たちが主張した天皇孫枢思想と外国人排斥思想とが結合した思想を何というか答え、孫王攘夷または孫王攘夷論貿易への反感は激しい攘夷運動が起こる一因となりハリスの通訳であったオランダ人が殺害された事件などが起こった殺害されたオランダ人は誰か 答え、旧助水戸藩主の子として生まれ、将軍候補となったが、安政の大獄により禁止処分を受けた人物は誰か。答え、徳川義信、または一橋義信将軍警視問題に際し、 越前藩主や薩摩藩主の島津成明ららの一橋派は、一橋家の徳川義信を押した。この越前藩主とは誰か答え、松平義長。または、松平春学。将軍軽視問題に際し、井伊直弼らの南紀派は、奇襲藩主を押した。この奇襲藩主とは誰か 答え、徳川義臣将軍軽視問題では、南紀派が押した徳川義臣が改名して、十四代将軍となった。何と改名したか。答え、徳川家持。井伊直介は、自分の政策に反対する公家や大名や志士らを処罰した。 この事件を何と言うか答え安政の大国老中暗殺計画を自供し安政の大国で処刑された昭華村塾の主催者は誰か答え吉田松陰1860年 安政の大国に憤慨した水戸脱藩の志士たちが、井伊直介を暗殺した。この事件を何と言うか。答え、桜田門外の変。桜田門外の変後、老中につき、幕府と朝廷の融和を図った人物は誰か。答え、安藤信正。 老中安藤信政は、朝廷と幕府の融和を図る政策を取り、皇女和宮を将軍の妻に迎えた。この政策を何というか。答え、後部合体。1862年、三戸脱藩の志士が安藤信政を傷つける事件が起き、安藤信政は老中を退いた。 この事件を何と言うか答え、坂下門外の変。坂下門外の変後、薩摩藩主である島津忠義の父で、後部合体を支持していた人物が、公明天皇の直使と共に江戸幕府を訪れ、幕政改革を要求した。この人物は誰か 答え、島津久光。孔明天皇の直詞と島津久光の訪問後、江戸幕府は改革を行い、西洋式軍政の採用と参勤交代の緩和などを実行した。この改革を何というか。答え、文久の改革。島津久光は、 直視を奉じて江戸に向かい徳川慶喜をある役職につけるよう迫るなど幕政改革に一役買ったこの役職は何か答え将軍貢献職文久の改革で設置され松平義長がついた役職は何か答え 政治総裁職。1862年、島津久光一行に無礼があったとして、薩摩藩士がイギリス人を殺傷する事件が発生した。この事件を何と言うか。答え、生麦事件。1863年、イギリス軍艦が鹿児島湾に侵入し、 生麦事件の報復として放火を浴びせる戦争が起きた。これにより薩摩藩は上位の不可能を悟ったが、この戦争を何というか。答え撮影戦争1863年の撮影戦争を機にイギリスに接近した薩摩藩では、改革派の下級武士が主導権を握った。 大久保利道と共に主導権を握った人物は誰か答え西郷隆盛。薩摩藩で西郷隆盛と共に反省を担い後に岩倉使節団の副主となった改革派の下級武士は誰か答え大久保利通。 1863年、薩摩藩は、藍津藩と朝廷内の後部合体派と共に朝廷の実権を奪い、上位派の長州藩勢力と公家の三条佐根富らを追放した。この出来事を何というか。答え、8月18日の政変。1864年、 長州藩が京都に攻め入って撃退された事件を何というか答え、金門の変。または、浜栗御門の変。金門の変を理由として、幕府は長州藩に対し、性罰を行ったが、長州藩が幕府に教順したため、交戦せずに撤退した。この出来事を何というか 答え第一次長州政党または第一次長州戦争第一次幕張戦争1864年イギリスフランスアメリカオランダが下関の砲台を占拠する事件が起きこれにより長州の志士たちは上位の不可能を悟ったこの事件を何というか 答え、四国艦隊下関砲撃事件長州藩の高杉晋作が組織した藩士と藩士以外の武士、庶民で組織した混成部隊を何というか答え、騎兵隊条約直挙を取り付けた列国は さらに1866年には幕府に対して協約に調印させ、貿易上の不平等を拡大させていった。この協約を何というか。答え、改正役所。幕末、江戸幕府はフランス公使から財政、軍事の援助を受け、幕政改革を目指した。このフランス公使は誰か 答え、ロッシュ。イギリス公使は、輸入税が5%の重量税となる改正役所を交わしたエロバクフの無力を見抜き、夕飯連合政権の誕生を期待した。このイギリス公使は誰か答え、パークス。 後に財閥に成長する三菱の創業者である岩崎八太郎は、1867年、イギリスの貿易商人から武器を購入するために長崎に入った。このイギリスの貿易商人は誰か答え、グラバー。1866年1月に、 薩摩藩と長州藩が結んだ軍事同盟を何というか答え、薩長連合、または薩長同盟1866年1月、薩摩藩と長州藩は土佐藩出身の中岡慎太郎らの仲介で軍事同盟の密約を結び、藩幕府の態度を固めた。 同じく土佐藩出身で薩長連合の仲介役を担った人物は誰か答え、坂本龍馬。1866年6月、幕府は長州藩に再び出兵したが、長州藩に連戦連敗し、将軍家持の死去を理由に8月に停戦した。この事件を何というか 答え、第二次長州政党。または、第二次長州戦争、第二次幕長戦争。1866年12月、14代将軍徳川家持を継いだ15代将軍は、フランスの援助の下で幕政の立て直しに努めた。15代将軍は誰か答え、徳川義信。 江戸時代後期に流行した伊勢神宮への参詣を何というか。答え、おかげ参り。幕末維新期には社会不安や生活苦を背景に世直しの実現を求める一期が頻発した。この一期を何というか。答え、世直し一期。 1867年、東海、機内一帯の民衆の間で、林言葉などを叫びながら踊る集団乱舞が大流行し、幕府の支配秩序を混乱に陥れた。この騒動を何と言うか。答え、A、えー、じゃないか。幕末、中山三が創始した宗教が山和地方に普及するなど、 民衆宗教が急激に普及したこのように後に国家に公認された民衆宗教を教派神道というが中山美紀が創始した宗教を何というか答え天理教1867年土佐藩出身の坂本龍馬と後藤翔二郎の要請で 土佐藩の前藩主は十五代将軍徳川義信を訪ね、天皇への政権返還を提案した。この前藩主とは誰か答え、山内豊重。または山内陽道。1867年10月14日、 15代将軍徳川慶信が二条城で朝廷に提出した政権返上の状況を何というか。答え、大政奉還。1867年10月14日、薩長両藩は朝廷内の人物から倒幕の密直を受け取った。この朝廷内の人物は誰か 答え、岩倉智美。1867年12月9日、朝廷でクーデターを起こした倒幕派に迫られ、明治天皇は政体変革の命令書を発した。これによって新政権が成立し、江戸幕府は滅亡したが、この命令書を何というか。答え、 王政復古の大号令徳川慶喜は1867年12月9日夜の三色による会議にて時間農地を命じられこれにより江戸幕府は名実ともに滅亡したこの会議を何というか答え古古後書会議 テーマ58明治維新と新体制江戸幕府滅亡後新政府が国内統一を実現するために戦った一連の内戦を何というか答え戊辰戦争次官農地が決定されると徳川慶喜は大阪城に入り 旧幕府軍と新政府軍との間で京都近郊で武力衝突が起こったこの戦いを何というか答え戸場伏見の戦い1868年鳥羽伏見の戦いで敗れた慶喜は江戸に逃れ慶喜の命を受けた人物と西郷隆盛との会見で江戸城は無血開城された。 西郷隆盛と会見した人物は誰か答え、勝海舟、または勝吉国。1869年5月、五稜郭に立てこもり、抵抗を続けていた旧幕府海軍副総裁らの軍が降伏した。これにより、国内は新政府によってほぼ統一されたが、 この五稜郭とはどこにあるか答え、函館。函館の五稜郭で降伏した旧幕府海軍副総裁は誰か答え、江本武明。1868年3月。 新政府が出した基本方針では抗議世論の尊重、開国は新、天皇新政などが示された。この基本方針を何というか。答え、条の1868年3月、新政府は五箇条の正門を交付し、新たな国策の基本方針を示した。 この五箇条の正門を福岡高地下と共に寄贈した人物は誰か答え、百合君正。ま1868年3月、新政府は民衆に儒教的道徳を講示した。これを示した考察を何というか答え、五房の啓事。 1868年うるう4月、新政府が政府の組織体制を規定するために制定した法を何というか。答え、政体書。1868年、新政府は江戸を何と解消したか。答え、東京。 1868年9月新政府は元号を明治と改元するとともに天皇の一世と元号を一致させる制度を採用したこの制度を何というか答え一世一元の1869年1月薩摩長州土佐 紀前の四藩主が藩の統治権を天皇に返上するように出願すると、多くの藩もこれに習った。この改革を何というか。答え、藩籍奉還。1871年、新政府は薩摩、長州、土佐の三藩から募った一万人のご神兵を組織した上で改革を断行し、 反制度を完全廃止した。この改革を何というか答え廃藩置県。知見政体書によって新政府は国家権力を打上官という中央政府の最高官庁に集める体制となったこの体制を何というか答え打上官制 1871年の廃藩治験後、打浄官は、最高政治機関である聖院、立法の諮問機関である参院、各省の省務を協議する委員からなる体制となり、聖院の元に各省が置かれた。この体制を何というか。答え、参院制。1872年。 新政府は打上官布告を出して徴兵制度を予告した。この布告を何というか。答え、徴兵国有。1873年に新政府は国民開兵を原則とし、満20歳以上の男子から選抜して3年の兵役につかせるという法令を交付した。この法令を何というか。 答え、徴兵令。農民は、徴兵令などに抵抗して一揆を起こした。この一揆を何というか。答え、血税一揆。1873年、新政府が船員に設置した艦長は、 民間製造業の保護を行って、直産工業を牽引し、地方行政を担うほか、警察組織を統括した。この官庁を何というか。答え、内務省。法権的身分制度が撤廃され、移住、職業選択の自由も認められるようになったことを何というか。 答え、市民平等。1872年、新政府は、電波多衛体売買の禁止を解き、地主や自作農などの年貢負,負担者の土地所有権を明確にした。この時政府が発行した土地の権利証を何というか。答え、知見。または、人身知見。 1873年、新政府は条例を交付し、租税制度改革に着手した。この条例を何というか。答え、地租改正条例。テーマ59、富国強兵と食産工業。明治政府は欧米に追いつくため、 積極的に食産工業を進めたが、この時国家の目標とされたスローガンは何か答え、富国強兵。1870年に設置された館長は、鉄道、造船、鉱山、製鉄、通信、灯台などの公共施設の整備を行い、初期の食産工業を牽引した。 この官庁を何と言うか答え、公務省。1873年に政府の参議となって、政官論を抑え、同年内務卿を兼任した人物が政府の事実上のリーダーとなった。この人物は誰か答え、大久保利道。 初代内務卿である大久保利通の主導で新政府は富国強兵を目指し国家の近代化のための産業育成に力を注いだこの政策を何というか答え植産工業新政府は植産工業において封険的制度を全廃し西洋の学問技術の導入のために 欧米人に指導を仰いだ。指導に当たった欧米人を何と言うか。答え、親とい外国人。または、外国人教師。富岡製糸場は政府が主導する工場として設立された。政府が直営した工場を何と言うか。答え、 官営模範工場製糸業において1872年フランスからの技術を導入して群馬県に設立された工場を何というか答え富岡製紙場明治政府が1868年に発行した最初の政府紙幣を何というか。 答え「打上観察」または禁察「千八1871年に定められた条例に基づいて進化兵は実進法による円線輪の単位に統一され発行されたこの条例を何というか答え「進化条例」 1872年政府は条例を定めて国立銀行を設立させ、打艦銀行券を発行させようとしたが、4項しか設立されなかったため、4年後に条例改正を行った。1872年の条例を何というか。答え、国立銀行条例。 大倉官僚時代に第一国立銀行を設立して投官役を務め、退官後の1875年に第一国立銀行の頭取りになった人物は誰か答え、渋沢栄一。1876年、明治政府の大倉卿が国立銀行条例を改正して打官義務を取り除いた。このため、 民間の国立銀行が増加したこの大倉卿は誰か答え大隈重信1869年新政府は蝦夷地を北海道と解消して開発経営の行政機関を置いたこの機関を何というか答え開拓誌 1874年、新政府は士族受産の意味もあって農兵制度を定め、北海道開拓と対ロシア防衛政策とした。この制度を何というか。答え、トンデン兵制度。1899年、ある法令が成立し、アイヌ人は生活権が限定されて大きな圧迫を受けた。 この法令を何と言うか答え、北海道旧土人保護法、またはアイヌ人保護法。1871年、前島密かの県議で発足した新書荷物提送の事業を何と言うか答え、郵便制度、または 関営郵便制度。1872年、工部省は大都市と開港場を結びつける鉄道を敷いた。横浜との間で鉄道が敷設されたのはどこか。答え、新橋。1873年に森有則の発議に基づきできた啓蒙思想団体で、 福沢諭吉や西山根らが参加し、封建思想の排除や近代思想の普及に努めた団体を何というか。答え、名録者。名録者の設立に関わり、1885年に初代文部大臣となって学校令の制定に尽力した人物は誰か。答え、 森有則。文明論の概略の著者は誰か答え、福沢諭吉福沢諭吉は、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり、という一節で有名な啓蒙書を表した。この啓蒙書を何というか 答え、学問の進め。福沢諭吉は欧米の状況を記した啓蒙書を表した。この啓蒙書を何というか。答え、西洋事情。ミルの自由論を翻訳し、自由の断りを表した人物は誰か。 答え、中村正直。ルソーの社会契約論を簡約した民役役会を発表した人物は誰か。答え、中江町民。高知出身の自由民権運動家で、添付人権弁、民権自由論。 などを表した人物は誰か答え、植木絵森。名録者の設立に関わり、東京大学の事実上の初代学長となり、1882年には人権新設を発表して進化論の立場から添付人権の思想を批判した人物は誰か 答え、加藤博之。明治元年である1868年、新政府は、王政復古と再生一致の立場から法令を発し、神仏集合を禁止して神道を国境とする方針を打ち出した。この法令を何というか。答え、神仏分離令。 1868年に神仏分離令が出されると、仏教を排斥する動きが激化し、寺院や仏像を破壊する行動が横行した。このような行動を何というか。答え、廃仏希釈。1870年、神道を中心とした国民教科を目指す御事のりが発せられた。この御事のりを何というか。 答え、大京宣布の御琴のり。ジャーナリズムの始まりは、江戸時代の読売瓦版などと言われるが、1870年には最初の日刊新聞が創刊された。この日刊新聞を何というか。答え、横浜毎日新聞。 明治政府が富国強兵を目指して西洋文明を積極的に取り入れたことで国民生活には様々な変化が現れた。この国民生活の新しい風潮を何というか。答え文明開化テーマ60明治初期の国際関係 日本が開国後に初めて結んだ対等な条約は1871年に締結されたものである。この条約は何か答え、日清修行条記。清は琉球の総主権を主張したが、明治政府が1871年に起きた琉球漂流民殺害事件を受けて、 1874年に軍事行動を行うと、シンはその出兵を正当と認めた。この出兵を何というか。答え、台湾出兵。日本の軍艦運用が朝鮮の艦上近くで挑発行為を行い、戦闘となった事件を機に、日本は朝鮮に迫り、 翌年日朝修好条約を結んで朝鮮を開国させた。この挑発行為が行われた場所はどこか。答え、高下島。1875年の高下島事件を契機として、1876年、日本は朝鮮に対し、日本有利の不平等条約を締結させ、開国させた。 この条約を何と言うか答え、日朝修好条記、または効果条約。明治政府は1879年に琉球王国の廃止、沖縄県の設置を決めた。この政策対応を何と言うか答え、琉球処分。 1875年、日本が榎本武明を中露講使として、ロシアと結んだ条約を何というか。答え、カラフト、千島交換条約。テーマ61、士族の反乱と自由民権運動。 日本の国交要求に対して鎖国の構えを崩さない朝鮮に対し、ルス政府の西郷隆盛らは、武力で朝鮮の鎖国排外政策を打破するよう主張した。この主張を何というか。答え、聖寛論。聖寛論を主張したルス政府の賛議、西郷隆盛らが、 帰国した岩倉使節団の大久保利通らに性関論を反対されて一斉に下野したこの出来事を何というか答え明治6年の政変板垣退助後藤昌二郎江藤新平副島兼臣らが結成した愛国高等が 1874年に提出した国会解説を求める意見書は新聞に掲載されて世論の反響を読んだ。この意見書を何と言うか。答え、民選議員設立の憲白書。愛国高等が江藤新平が佐賀の乱を起こしたことで消滅すると、板垣大輔は土佐に帰り、 片岡健吉らと政治結社を設立した。この政治結社を何というか。答え、立志社。1875年、板垣大助は、立志社を中心として、日本で最初の全国的な政治結社を設立した。この政治結社を何というか。答え、 愛国者1875年初頭、大久保利道、木戸孝義、板垣退助が大阪で会談を行い、国会開設の方針を話し合った。この会談を何というか。答え、大阪会議 自由民権運動に対して政府は1875年国会開設の準備を進める旨の御事のりを出して応じた。この御事のりを何というか。答え、全治立憲政体樹立の御事のり。全治立憲政体樹立の御事のりを受けて新たに設置された立法諮問機関において、 1880年まで3次にわたって憲法草案が起草された。この立法諮問機関を何というか。答え、元老院。司法分野では大阪会議の結果、司法権の最高機関が設立された。この司法機関を何というか。答え、大臣院。 自由民権運動が盛んになると政府は1875年に政府を攻撃する新聞、雑誌の弾圧を目的とした法令を制定し取締りを強化した。この法令を何というか答え新聞史条例明治6年の政官論争で下野した参議のうち 佐賀の乱で破れて処刑された人物は誰か答え、江藤新平。1876年に出されたある法令と、出録処分によって、士族はすべての特権を失った。1876年に出された法令とは何か答え、敗答令。 熊本で起きた子族反乱を何というか。答え、京神党の乱。または、新風連の乱。山口県で起きた子族反乱を何というか。答え、萩の乱。 萩の乱を首謀した元長州藩士は誰か答え、前原一世。1876年、福岡県で起きた宮崎社之助の主導する士族反乱を何というか答え、秋月の乱。 1877年、西郷隆盛は鹿児島の不平士族らと共に最大規模の士族反乱を起こしたが、政府軍に鎮圧された。この反乱を何というか。答え、西南戦争、または西南の駅。1880年3月には、 愛国者が中心となって大阪で国会解説運動の全国的団体が結成され、団体に参加した各地の正者の代表が署名した国会解説の請願書を政府に提出しようとした。この団体を何というか。答え、国会規制同盟国会解説運動が全国的に盛り上がり、 1880年に国会規制同盟が結成されると、政府は聖者の活動を制限する条例を定めた。この条例を何というか。答え、集会条例。1881年、北海道開拓長官が北海道開拓市の勧誘物を 同藩出身の政商が関係する関西貿易者に不当に安く払い下げようとした事件が発覚した。この事件を何というか。答え、開拓市勧誘物払い下げ事件。ある政商と開拓長官であった黒田清隆とは同じ薩摩藩出身であったために、払い下げは反発的な結託とみなされ、 厳しい批判を受けた。この聖章は誰か答え、五代友厚。開拓紙勧誘物払い下げ事件によって即時国会解説を求めていた大隈茂信は世論の批判との関係を疑われ、罷免された。この出来事を何と言うか答え、 明治14年の政変。1881年に出された、1890年に国会を開催するという直輸を何というか。答え、国会開設の直八1881年に板垣大助を総理として自由主義政党が結成され、農村で支持された。 この政党を何と言うか答え、自由党。1882年に大隈重信を党首として結成された政党は都市で支持された。この政党を何と言うか答え、立憲改進党。 1882年、政府の援助で福地玄一郎を党首とする政党が結成されたが、国民の支持を得られずに翌年に解散した。この政党を何というか。答え、立憲帝政党。福沢諭吉を中心とした実業家集団は、公論を尊重する政治の実現を目指した。この集団を何というか。 答え、好循者。テーマ62、自由民権運動の激化。地主が工作から離れて小作量の収入のみに依存する体制を何というか。答え、規制地主制。松方正義のデフレ政策の結果、 米と繭の価格が下落して農村は不況に陥り、農民の不満が高まって民主的改革を要求した政治運動が激化した。この運動を何というか。答え、自由民権運動。1882年、福島県令の三島道常が労役を課そうとして、農民が抵抗。 これを支援した自由党員を三島が大量検挙するという事件が起きた。この事件を何というか答え、福島事件。福島事件の首謀者として逮捕された自由党の幹部は誰か答え、河野弘中。 1884年、埼玉県秩父で約3000人の農民が、元自由党員の主導で負債の減免を求め、氷菓子、警察、役所などを襲撃して政府軍に鎮圧されるという事件が起きた。この事件を何というか。答え、秩父事件。1885年、 旧自由党左派の大井健太郎が朝鮮の新進的政府を倒し、その勢いを借りて日本の改革を促そうという計画が発覚した事件が起きた。この事件を何というか。答え、大阪事件。 国会解説が近づくと後藤祥二郎が元自由党や元立憲改進党など民権派勢力に呼びかけて反政府統一運動を進めた。この運動を何というか。答え、大道団結。または、大道団結運動。1887年に起きた、地祖軽減、言論集会の自由、 条約改正の3要求を掲げる運動を何というか答え、三大事件憲白運動。1887年末、明治政府はある条例を交付して自由民権運動家を東京から追放したが、自由民権運動家は東北を拠点として活動を続けた。この条例を何というか 答え、保安条例。三宅節令らが設立した政治評論団体は雑誌、日本人を観光して国粹主義を唱え、日本独自の近代化を模索する議論を展開した。この団体を何というか。答え、政教者。1887年。 徳富祖峰らが設立した政治評論団体は雑誌、国民の友を刊行した後、国民の友を収録した、第日本傍聴論を発行した。この団体を何と言うか。答え、民有者。不平等条約改正問題を機に大家主義と国権論が対立した頃、 平民的王家主義を唱えた人物は誰か答え、徳富祖法。不平等条約改正問題があった頃、国粹主義、国民主義を解き、新善美日本人を表した人物は誰か答え、三宅節令。 不平等条約改正問題があった頃、国粋主義、国民主義を解き、新聞、日本を発行した人物は誰か答え、久我勝南。日清戦争後に国家主義が主流になった頃、雑誌、太陽で日本主義を唱え、大陸進出を支持した人物は誰か 答え、高山貯友。テーマ63、憲法と処方典の編纂。政府としても民間の憲法草案に対抗する理論的根拠を手に入れることの必要性を自覚し、1882年にある人物をヨーロッパに派遣した。後に初代内閣総理大臣となるこの人物は誰か 答え、伊藤博文。伊藤博文はどの国の憲法理論を学んだか。答え、ドイツ。1884年にある法令を制定し、将来の貴族院議員の母体を構成するため、旧区業、旧諸公らに加え、 維新の更新らに、価格、功績に応じた借位を授与した。この法令を何というか。答え、家族令。1885年、明治政府が打上管制を廃止し、新たに制定した制度を何というか。答え、内閣制度。 内閣制度では、宮内省を閣外に置き、さらに宮中、府中の別を制度化するための役職を設置し、天皇の補佐や御事、国事の保管などを命じた。この役職を何というか。答え、内大臣。憲法の起草に際してはドイツの法学者を政府顧問として日本に招き、 ドイツ憲法を模範とした大日本帝国憲法が制定された。このドイツの法学者は誰か答え、ロエスレル。伊藤博文や金子健太郎、伊藤美世子と共に憲法草案を作り、第二次伊藤博文内閣では文部大臣を務めた人物は誰か 答え、井上小和氏。1888年、伊藤博文らが起草した憲法草案は、初代議長を伊藤博文として設置された審議機関において、天皇臨席のもとで審議された。この機関を何というか。答え、枢密院。 1889年2月11日、黒田清高内閣のもとで発布された日本初の近代憲法を何というか。答え、大日本帝国憲法。大日本帝国憲法は、天皇が定めて国民に与える形式の憲法である。このような憲法を何というか。 答え、近帝憲法。大日本帝国憲法では、陸海軍が内閣からも独立して天皇に直属し、天皇が陸海軍の指揮統率権を持つということが明記された。この権限を何というか。答え、統帥権。大日本帝国憲法において、 文部官の任免、戦線、講和や条約の締結など、天皇が持っていた議会も関与できない大きな決定権限を何というか。答え、天皇体験。1889年に発布された大日本帝国憲法では、帝国議会は任意制が採用された。任意とは、衆議院ともう一つは何か。 答え、貴族院。1889年に交付された小選挙区制を定めた法令を何というか。答え、衆議院議員選挙法。国民は所有権の不可侵、信教の自由、出版、集会、言論、 結社の自由が認められ、国政参加への道も開かれた。この国民は、大日本帝国憲法では何と呼ばれたか答え、新民。1889年、大日本帝国憲法と共に制定された皇室関係の放棄を何と言うか答え、 皇室天畔明治政府が1880年に交付した刑法と知財法はフランス人法学者に寄贈させたものである。このフランス人法学者は誰か答え、ボアソナードボアソナードが寄贈した民法によって日本の伝統が破壊されるとの批判が起き 1890年の交付後も激しい論争が続いた。この論争を何と言うか答え、民法天論争。政府顧問として1886年に来日したドイツの法学者は、憲法の起草に助言を行うとともに、地方自治制度の成立にも尽力した。この法学者は誰か 答えモッセテーマ64初期議会憲法発布直後に政府の政策は政党の意向によって左右されてはならないという朝鮮主義の立場を声明した首相は誰か答え黒田清隆 1889年に定められた衆議院議員選挙法では、有権者は満何歳以上の男性で直接国税15円以上の納税者に限られたか。答え、25歳以上。1890年、第1回衆議院議員総選挙が行われ、旧民権派が対象して、 立憲自由党や立憲改新党などが衆議院の過半数を占めた。これらの政党を総称して何というか。答え、民党。民党に対し、反発政府支持派の政党を何というか。答え、離党。 1> 第1回帝国議会の時の内閣は予算問題で政費節減、民力給与を主張する民党に攻撃されたが自由党の一部を切り崩して予算を成立させた。この内閣の首相は誰か答え、山形有友。1892年、第3回帝国議会において、 軍事費増強の予算案を否決され、議会終了後に退陣した内閣の首相は誰か答え、松方正義。テーマ65、条約改正への道。明治政府は幕府が結んだ条約の改正を最重要政策の一つに掲げ、 1871年、施設団を欧米に派遣した。この施設団の特命全権大使は誰か答え、岩倉智美。岩倉施設団に最年少の満6歳で留学生として同行し、現在の津田塾大学である女子英学塾を設立した人物は誰か 答え、津田梅子。寺島宗則外務協は、関税に関する権利の回復の実現を目標とし、1878年にアメリカ合衆国の合意を得たが、イギリス、ドイツなどの反対に相失敗した。この関税に関する権利とは何か答え、関税自主権。 1882年、不平等条約の改正のため、列強諸国の代表を東京に集めて予備会議を開いた外務卿は誰か答え、井上薫。1887年に、井上薫外務卿は、裁判に関する他国の特権の撤廃を、 外国人が被告となる裁判では外国人判事を任用するという条件で了承を得たが政府内から反対されたこの裁判に関する特権を何というか答え領事裁判権または違い法権1886年イギリス船籍の貨物船が沈没し 日本人が全員死亡するという事件が起きたが、開示審判において船長が無罪となり、世論の反発を呼んだ。この事件を何と言うか。答え、ノルマントン号事件。井上カオルラは条約改正の交渉を有利に運ぶため、文明化した日本の姿を見せようとした。 こうした大花政策の一環で東京日比谷に建設された社交場を何というか答え、六名館。1888年、アメリカ、ドイツ、ロシアから領事裁判権の撤廃に条件付きの同意を得た外務大臣は誰か答え、大隈重信。 1891年、第一次、松方正義内閣の外務大臣は、領事裁判権の撤廃についてイギリスから同意を得たが、大津事件により交渉は中断した。この外務大臣は誰か答え、青木修造。1894年。 日英通商公開条約の締結によって、領事裁判権の撤廃と関税率の引上げを実現した、第二次伊藤博文内閣の外務大臣は誰か答え、陸津宗光。1911年、関税自主権の回復を達成した外務大臣は誰か答え、 小村寿太郎。テーマ66、朝鮮問題と日清戦争。1882年、朝鮮では日本に接近して近代化を推進する政策を取った高層の王妃に対して大院君を中心としたクーデターが起きた。この王妃は誰か答え、貧妃。 便氏と対立する隊員君を支持した軍隊が感情で反乱を起こした。この反乱後、最もっぽ条約が結ばれたが、この反乱を何というか。答え、人語軍乱。または、人語事変。1884年、真に接近した便氏一族に対し、 新日改革派の独立党は日本公使館の援助でクーデターを起こしたが、新軍の介入で失敗した。この事件を何というか。答え、更新事変。更新事変を主導した新日改革派独立党のリーダーは誰か。答え、金玉金。 1885年4月、伊藤博文は新と条約を結び、日清両国は朝鮮から撤兵し、再出兵の際の事前通告を互いに約束した。この条約を何というか。答え、天津条約。1885年3月、福沢諭吉は、時事新報で、 日本は欧米列強の一員となり、朝鮮、清には武力で対処すべきだと主張した。この主張を何と言うか。答え、脱アロン。1894年、朝鮮で起きた反乱の終結後、朝鮮の内政改革をめぐって日本と清の対立が深まった。この朝鮮で起きた反乱を何と言うか。 答え、交互農民戦争。または、東学の乱。日本は日英通商公開条約でイギリスの支持を取り付け、1894年、真に宣戦線布告し戦争が始まった。この戦争を何というか。答え、日清戦争。 1895年、日清戦争に勝利した日本が真と結んだ条約を何というか。答え、下関条約、または日清講和条約、下関講和条約。下関条約において日本全権として交渉に当たった当時の首相は誰か。 答え伊藤博文下関条約において伊藤博文と共に日本全権を担った外務大臣は誰か答え陸奥宗光下関条約で日本に割譲された土地は台湾・宝庫諸島ともう一つはどこか 答え、両東半島。日本の権益拡大に不満を抱いたロシアは、ヨーロッパの二国を誘って、両東半島の返還を日本に強く迫った。この二国とは、ドイツとどこか。答え、フランス。日本はロシア、フランス、ドイツの圧力に屈し、 下関条約で得た両党半島を真に返還した。この出来事を何というか。答え、三国干渉。日本は台湾に統治機関を置いて、島民の抵抗運動を武力で鎮圧した。この統治機関を何というか。答え、台湾総督府。 テーマ67日清戦争後の政党政治。反発政府と政党は日清戦争後には提携関係を結んだ。第二次伊藤博文内閣はある政党と提携し、板垣大助を内務大臣として入閣させた。ある政党とは何か答え自由党。 1896年に成立した第二次松方正義内閣は、ある政党と提携して当主の大隈重信を外務大臣として入閣させた。ある政党とは何か答え、進歩党。第3次伊藤博文内閣は朝鮮内閣の立場を取ったが、 自由党と新歩党の合同で結成された政党が衆議院の絶対多数を占めたため、半年足らずで退陣した。自由党と新歩党の合同で結成された政党を何というか。答え、憲政党。1898年、第三次伊藤博文内閣の退陣後、 県政党による初めての政党内閣が成立した。この内閣を何というか。答え、第一次大熊重信内閣。または、Y ン内閣。第一次大熊重信内閣の内務大臣は誰か。答え、板垣大助。 共和演説事件で尾崎幸雄が辞任した後、文部大臣の公認人事をめぐって内部対立が起こった憲政党は、旧自由党系の憲政党と、旧進歩党系の政党とに分裂した。旧進歩党系の政党を何というか。答え、県政本党。 1> 第1次大隈重信内閣に続いた第2次山形有友内閣では、ある政党の指示を得て、地租増長案が成立した。ある政党とは何か答え、県政党。1900年、第二次山形有友内閣の時、軍部に対して政党の力が及ばないようにする制度が定められた。 この制度を何と言うか答え、軍部大臣現役部官制。1900年、第二次山形有友内閣の下で、政治活動や労働運動への規制を強化する法令が交付された。この法令を何と言うか答え、治安警察法。 第二次山形有朋内閣の政党への規制に危機感を覚えた憲政党は、伊藤博文に接近した後解答し、1900年、伊藤派の官僚らと新たな政党を結成した。この政党を何というか。答え、立憲政友会。テーマ68、列強の中国分割と日露戦争。 ドイツが1898年に咀嚼した三島半島の港湾を何というか答え、広州湾。1898年、ロシアが大連と共に咀嚼した場所はどこか答え、旅順。 1898年、イギリスが急流半島と共に咀嚼した場所はどこか。答え、イカイエへ。1899年、甲州湾を咀嚼した国はどこか。答え、フランス。 列強が中国分割を始めると、1900年、新内で不審滅用を掲げた集団が外国人を襲って排斥する事件が起きた。この事件を何というか答え、義和団事件。新朝政府が排外主義集団である義和団に同調して、列国に宣戦布告した事件を何というか 答え、北進事変、または、義和団戦争。日本を含む列強は連合軍を派遣し、清を降伏させたが、この時清と交わした取り決めを何というか。答え、北京議定書。1901年。 第二次山形有友内閣の内大臣で、山形の後継者である長州罰の人物が、軍部、反伐官僚、貴族院の後押しで内閣を組織した。この人物は誰か答え、桂太郎。対路強行方針に対して政府内には、伊藤博文をはじめロシアと、 満館交換を行おうとする主張もあった。この主張を何というか。答え、日露協商論。日本政府はある外務大臣がイギリスとの同盟交渉を進め、1902年、日英同盟を結んだ。この外務大臣は誰か。答え、 小村寿太郎。片山千田と社会民主党を、坂井敏彦らと平民社を結成し、日露戦争に反対する論説を掲載した人物は誰か。答え、江徳周水。日露戦争前になると、主戦論を唱える新聞も登場した。一方、 非戦論、反戦論を主張する新聞も創刊されたが、その代表例は何か答え、平民新聞。教育直後への拝礼を拒否して教団を追われ、日露戦争に際して非戦論を唱えた人物は誰か答え、内村鑑三。 雑誌、明星に君死にた猛虎となかれと歌う反戦史を発表した歌人は誰か答え、与謝野明子。第一次、桂太郎内閣の時の1904年、ロシアとの交渉が決裂して戦争が起こった。この戦争を何というか答え、 日露戦争。1905年のポーツマス条約に先立ち、日本とロシアの仲介役を務めたアメリカ大統領は誰か答え、セオドア・ローズベルト。1905年、日本全権小村寿太郎とロシア全権ウィッテが調印した条約は何か 答え、ポーツマス条約、または日露講和条約。ポーツマス条約で、ロシアは日本に対してどこの指導権を認めたか。答え、韓国。ポーツマス条約で、ロシアは、真における旅順とどこの咀嚼権を日本に譲渡したか。 答え、大連。ポーツマス条約で、ロシアは、ある都市以南の鉄道関連利権を日本に譲渡した。ある都市とはどこか。答え、長春。ポーツマス条約で、ロシアは、北緯南度以南のサハリンを日本に譲渡したか。 答え50度以南テーマ69敬遠時代と韓国併合桂太郎と西音寺金持ちが交互に内閣を担当した1901年から1913年までの時代を何というか答え敬遠時代 伊藤博文を総裁として1900年に結成された立憲声優会に属する人物で、1906年に内閣総理大臣に就任したのは誰か答え、西恩寺金持。ち。1908年、第二次桂太郎内閣が発布した、金権節約と皇室の尊重を国民に求める証書を何というか 答え、母親証書。第二次桂太郎内閣は、内務省に国府増強運動を推進させ、日露戦争で疲弊した町村の財政再建や地方社会の改良、国民強化を図った。この国府増強運動を何というか。答え、地方改良運動。 日本はアメリカとは非公式に協定を結びイギリスとは日英同盟協約を改定して両国に日本の韓国保護国家を認めさせたこのアメリカとの協定を何というか答え「桂・タフト協定」1905年の第二次日韓協約で韓国の外交権を取り上げた上で 勘定に置かれた日本の統治機関を何というか答え、党官府勘定に置かれた党官府の初代党官は誰か答え、伊藤博文1907年 韓国皇帝構想がオランダで行われた第2回万国平和会議へ密誌を送り、日本の大韓政策について抗議したものの列国に無視されるという事件が起きた。この事件を何というか。答え、ハーグミ氏事件。1907年、日本はハーグミ氏事件を機に構想を退位させ、 韓国の内政権を手に入れ、韓国軍を解散させる協約を結んだ。この協約を何というか。答え、第三次日韓協約。1909年に韓国で日本への抵抗運動である義兵運動が起こったが、日本はこれを鎮圧した上で1910年に条約を強要し、 韓国を植民地化したこの条約を何というか。答え、韓国併合条約。韓国併合に際し、日本が形上に置いた統治機関を何というか。答え、朝鮮総督府。 朝鮮総督は当初現役軍人に限られていた。初代総督に任命された陸将は誰か答え、寺内正剛。1906年、日本は大連に、半官半民の鉄道会社を置いた。この会社を何というか答え、 南満州鉄道株式会社、または満鉄。中国では1911年に革命が起こると翌年に清が倒れ、中国同盟会は国民党となった。この革命を何というか。答え、侵害革命。 中国同盟会を率いた人物は、侵害革命後、中華民国臨時大総統に就任したが、その後の勢力争いに敗れて日本に逃れてきたこともあった。この人物は誰か答え、孫文。侵害革命を受けて、1912年に共和国が中国に誕生した。 ここでは孫文が臨時大総統に就任したが、北洋軍閥の遠征凱と妥協し、遠征凱が大総統となった。この共和国を何というか。答え、中華民国。テーマ70、第一次五憲運動と大正政変。 1911年に成立した第二次西恩寺金持内閣が財政難を理由に陸軍の要求する案を認めなかったことから、上原祐作陸将が辞任した。この案とは何か答え、二個師団増設、または二個師団増設案。1912年。 陸軍は二個師団増設拒否に抗議して、ある制度を利用して公認の陸将を指名しなかった。このため、責任を問われた第二次西恩寺内閣は総辞職したが、ある制度とは何か。答え、軍部大臣現役部官制。1912年。 陸軍と長州罰の長老である人物が内閣を組織した。これを野党勢力は、反罰勢力の政権独占だと非難したが、この組閣した人物は誰か。答え、桂太郎。1912年、第二次西園寺内閣が総辞職し、 内大臣兼自重長を辞して組閣した第三次桂太郎内閣に対し野党勢力が起こした運動を何というか。答え、第一次五憲運動。第三次桂太郎内閣を非難した野党の急先鋒の一人は立憲国民党の誰か。答え、 犬飼強第一次護憲運動の中心となった野党の急先鋒の一人は立憲会の誰か。答え、尾崎野党勢力が主導した第一次護憲運動はジャーナリズムも巻き込んで全国に広まった。 この時のスローガンは、罰則打破と何か。答え、憲政用語。野党が内閣不信任案を提出すると、民衆は議事堂を包囲した。第三次桂内閣は避難に屈して、50日余りで退陣した。この出来事を何というか。答え、 大正政変。1913年、薩摩出身の海軍大将が立憲政友会を与党として内閣を組織した。この海軍大将は誰か答え、山本権兵衛。1914年、海軍高官の汚職事件が発覚し、 その責任を取って第一次山本権衛内閣は退陣した。この汚職事件を何というか。答え、シーメンス事件。テーマ71、第一次世界大戦と国内の動向。1914年6月のサライエボ事件をきっかけに、 4年余りに及ぶ戦争が勃発した。この戦争を何というか答え、第一次世界大戦。軍事だけでなく、政治、経済、人力など国力の全てを投入する戦法で戦われた第一次世界大戦は、参戦諸国の国内体制に大きな影響を与えた。この戦法を何というか 答え、総力戦。第二次大隈重信内閣は何を理由にイギリスの連合国側に加わり、ドイツに宣戦線したか。答え、日英同盟、または日英同盟協約。日本軍は山東省を攻撃し、 ドイツの中国における根拠地であった都市を占領した。この都市を何というか。答え、賃貸を。1915年、第二次大熊内閣、加藤高明外相の時、日本が中国に突きつけた要求を何というか。答え、二十一カ条の要求。 21か条の要求を突きつけた時の中国の政府の代表は誰か答え、遠征外。中国政府は1915年5月9日、21か条の要求を受諾した。中国人はこの日を何と呼んだか答え、告知記念日。 1916年、日本は中国での権益拡大に対する列強の批判を抑えるために、ロシアと協約を締結し、極東における特殊権益の相互用語を確認した。この協約を何というか。答え、第四次日露協約。1916年、 第二次大隈重信内閣が総辞職した後長州出身の陸軍大将が朝鮮内閣を発足させたこの陸軍大将は誰か答え、寺内正 ?1913 年の桂の死後加藤孝明を総裁として決闘された立憲同志会は 寺内正岳内閣を支持する立憲政友会に対抗し、1916年に新たな政党を結成した。この政党を何というか。答え、憲政会。1917年、寺内正岳内閣はアメリカと協定を結び、中国の領土保全、門戸解放と、 中国における日本の特殊権益の承認等を確認し合った。この協定を何というか。答え、石井・ランシング協定。1917年に起きたロシア革命に干渉するため、1918年、日本は連合国の主力として、軍事行動を実行した。この軍事行動を何というか。 答え、シベリア出兵。1918年、富山の女一揆を皮切りに、都市民衆や貧農や被差別民が、米の安売りと買い占め反対を求めて米や、負傷、地主、精米会社などを襲撃する騒動が頻発した。この騒動を何というか。答え、米騒動。 米騒動で民衆の力を恐れた言動は、農村などを支持基盤とする立憲声優会の人物を首相に指名した。この人物は誰か答え、原敬。原敬は平民の衆議院議員だったことから何と呼ばれたか答え、平民最小。 原内閣は選挙権の納税資格を直接国税何円以上に引き下げたか答え3円以上テーマ72対戦の終結と戦後の国際秩序第一次世界大戦が終結した翌年の1919 19年講和会議が開かれ ベルサイユ条約が調印された。この講和会議を何というか答え、パリ講和会議。1919年、パリで講和会議が開催され、原高市内閣は元首相ら5人の全権を中心とする代表団を派遣した。この元首相は誰か 答え「サイオン寺金持ち」ベルサイユ条約は国際平和機構の設立などについて規定する一方で戦勝国側の利害を反映してドイツに過酷な講和条件を課していたこの国際平和機構を何というか答え「国際連盟」 アメリカ大統領の提唱に基づき、1920年に国際連盟が発足するが、イギリス、アメリカ、フランス、イタリア、日本の5大国のうち、アメリカは不参加となった。このアメリカ大統領は誰か答え、ウィルソン。1919年、朝鮮で起きた、 独立を求める運動を何というか。答え、3、1、独立運動。または、3、1、事件。1919年、中国で起きた、三島省の返還などを求める運動を何というか。答え、5、四運動。 第一次世界大戦の終結に伴いヨーロッパの商品がアジア市場に復活すると日本は1919 19年に輸入超過になり1920年に不況が発生したこの不況を何というか答え戦後強行1921年11月原敬首相暗殺後 立憲声優会の人物が内閣を組織した。この人物は誰か答え、高橋惚歴よ。1921年、アメリカの呼びかけにより、戦争の再発防止と列強間の協調を目指す会議が開かれ、日本からは海軍大臣加藤智三郎らが全権として出席した。 この会議を何というか答え、ワシントン会議。ワシントン会議では、太平洋の領土保全と安全保障を訳した条約が締結された。この条約を何というか答え、四カ国条約。 1921年12月、イギリス、アメリカ、日本、フランスの間で、太平洋諸島の現状維持と紛争の話し合い解決を胸とする四カ国条約が調印され、これに伴いある同盟が廃棄された。この同盟は何か答え、日英同盟、または日英同盟協約。 九カ国条約の九カ国とは、イギリス、アメリカ、日本、フランス、イタリア、ベルギー、ポルトガル、オランダとどこか。答え、中国。1922年2月、イギリス、アメリカ、日本、フランス、イタリアの間で、 以後10年間の主力艦の建造中止と調印国の主力艦保有制限を定める条約が調印されたこの条約を何というか答えワシントント海軍軍備制限条約。1922年6月高橋コレ内閣に続いて内閣を組織した 自ら海軍大臣を兼任した人物は誰か答え、加藤智三郎。テーマ73、関東大震災と第二次五憲運動。1923年9月1日に発生した首都東京を壊滅させた地震を何というか。 答え、関東大震災。大戦景気後、日本経済は再び不況へと転じ、さらに、1923年にはある内閣の組閣開始直後に関東大震災が発生し、大きな打撃を受けた。この内閣の首相は誰か答え、山本権兵衛 1923年、帝国議会の会員式で、後の昭和天皇にあたる摂政の宮弘人親王が無政府主義信奉者の若者に狙撃されるという事件が起きた。この事件を何と言うか。答え、虎ノ門事件。1924年、第二次山本権衛内閣の後継として、 言動によって政党色のない人物が首相に推薦されると、五権三派によって第二次五権運動が展開された。この首相は誰か答え、清浦慶吾。第二次五権運動に対して清浦内閣は、政党勢力の切り崩しを行い、ある政党を味方にして議会を解散したが、 その後の総選挙は政党勢力が圧勝した。ある政党とは何か答え、声優本当。1924年、五憲三派の連立内閣を組織した憲政会の総裁は誰か答え、加藤高明。 五県三波のうち立憲声優会の総裁は誰か答え高橋惚歴よ。五県三波のうち革新クラブの代表は誰か答え犬飼い剛。 1924年の加藤内閣から1932年の犬飼内閣まで県政会と立憲政友会の総裁が交互に内閣を組織した時期を何というか答え、県政の1925年に衆議院議員選挙法改正案が議会を通過し五憲三派内閣の課題であった法令が成立した。 この法令を何と言うか答え、普通選挙法。加藤高明内閣の下で成立したいわゆる普通選挙法では、満何歳以上の男子が衆議院議員の選挙権を持つことになったか答え、25歳以上。 加藤高明内閣は1925年、いわゆる普通選挙法成立直前に、結社への取り締まりを強化する法令を成立させた。この法令を何というか。答え、治安維持法。1925年、加藤高明内閣の時条約が結ばれ、ソ連との国交が樹立された。 この条約を何と言うか答え日ソ基本条約テーマ74日本の産業革命と松方財政西南戦争により政府紙幣が増発された結果物価が急騰したそこで1881年に大倉卿に就任し 私兵整理を進めた人物は誰か答え松方正義松方正義は国民への増税を行い軍事費以外の歳出を禁縮させ余剰分の俯瞰私兵を処分しつつ1882年中央銀行を設立したこの中央銀行を何というか 答え、日本銀行。1885年、松方正義は紙幣の価値が上がったところで、日本銀行から銀と交換できる紙幣を発行した。このような紙幣を何というか。答え、銀打貫紙幣。 日清戦争後の造船奨励政策の下で設立された代表的な造船所を何というか。答え、三菱長崎造船所。日本の産業革命は何の産業を中心に始まったか。答え、紡績業。 幕末以来、欧米向けの輸出産業として急速に発展し続けていた生糸生産業、すなわち製紙業において、当初主流であった手動装置による製紙技術を何というか。答え、ザグリ製紙。日清戦争後、新技術による生産量がザグリ製紙を上回り、 キー糸の原料である繭の需要が高まり、養蚕農家が急増した。この新技術を何というか。答え、機械製紙。宝石業では、渋沢栄一らが1883年に開業した宝石会社が成功すると、民間の宝石企業の木工が生じた。この宝石会社を何というか。 答え大阪紡績会社日清戦争の頃から中国朝鮮への輸出が急増し1897年には輸出量が輸入量を上回った品目があるこの品目は何か答え綿詞 日本で初めて木製力食器を発明した人物は誰か答え、豊田佐吉。1881年、家族を主体に設立された私鉄会社を何というか答え、日本鉄道会社。1906年、 第一次西恩寺金持内閣の時に交付された全国鉄道網の統一的管理を目指す法令を何というか。答え、鉄道国有法。特定の政策目標のために特別法に基づいて設立された銀行を何というか。答え、特殊銀行。 1880年に貿易金融を目的として設立され、1887年に特殊銀行となり、貿易金融に尽力した銀行を何というか。答え、横浜賞金銀行。新政府は、土佐藩出身の政章が経営する郵便機船三菱会社を保護した。この政章は誰か 答え、岩崎八太郎。1885年に半官半民の共同運輸会社と三菱汽船会社が合併して設立された汽船会社を何というか。答え、日本郵船会社。鉄鋼業では、 ドイツの技術を取り入れた官営の製鉄所が1901年に創業を開始し、近代産業の基礎が形作られた。この製鉄所を何というか答え、八幡製鉄所。1905年にアメリカ式旋盤の制度を持つ旋盤の国産化を成功させた東京の鉄工所を何というか 答え、池貝鉄工所。三井、三菱、住友、安田などの財閥は、株式によって企業を支配する会社を設立した。このような会社を何というか。答え、持ち株会社。テーマ75、労働運動。 社会運動の始まり雑誌日本人はある炭鉱の労働者の悲惨な状態を報道して反響を呼んだある炭鉱とはどこか答え高島炭鉱1899年発行の横山玄之助の著書には 産業革命期の労働者の悲惨な状況が記されている。この著書は何か答え、日本の仮想社会。農商務省の調査報告書には、産業革命期の労働者の悲惨な状況が記されている。この調査報告書を何というか答え、職工事情。 1968年に書かれた山本茂美の著書は、若い時に長野県諏訪地方の製紙工場で助行として働いていた女性たちからの聞き書きである。この著書は何か答え、ああ、のむぎ峠。渡瀬川流域の農業業が足尾銅山の鉱毒に被害を受けた事件を何というか。 答え、足尾鉱毒事件。1901年に衆議院議員を辞職して、天皇に足尾銅山の操業停止を直訴した人物は誰か。答え、田中正造。 アメリカから帰国後の1897年に労働組合規制会を結成して労働運動を指導し、1901年には安倍伊藤、木下直江らと日本初の社会主義政党を結成した人物は誰か答え、片山戦。社会主義研究会を母体として1901年に誕生した 日本で最初の社会主義政党を何というか答え社会民主党1904年に「火の柱」を発表した人物は足尾鉱毒事件で活躍し1901年の社会民主党の結成に参加したことで知られているこの人物は誰か 答え、木下直江。1910年、天皇暗殺未遂事件を機に全国の社会主義者、無政府主義者が一斉検挙され、高徳終水ら12名が死刑となった事件を何というか。答え、大逆事件。1911年。 第二次桂内閣は日本初の労働者保護法である法令を制定したが、資本家から反対され、1916年第二次大隈内閣の時に施行された。この法令を何と言うか。答え、工場法。テーマ76、明治時代の文化。 1876年、開拓使が招いて来日したアメリカ人のクラークが赴任し、初代教頭を務めた学校はどこか答え、札幌農学校。1871年に設立された学術、教育を担当する館長を何というか答え、 文部省。1877年、旧幕府改正書や医学書などを統合して設立された大学を何というか。答え、東京大学。1879年に発された法令では、小学校の学区は、町村を単位とするものとなり、 修学年限が16ヶ月に短縮された。この法令を何というか。答え、教育令。帝国大学などからなる学校体系を整備するために1886年に交付された法令を何というか。答え、学校令。 学校令が交付された時の文部大臣は誰か答え、森有則。1890年、井上小和氏、元田長ザらが草案した学校教育の基本を中訓愛国と示した直後を何というか答え、教育直後、または、 教育に関する直後。1903年に小学校で文部省の検査に合格した教科書を使用することが定められたことで、教育に対する国家の統制は強まった。このような教科書を何というか。答え、国定教科書。1907年。 義務教育は何年間に延長されたか答え、6年間。1868年に福沢諭吉が設立した私学の教育機関を何というか答え、慶應義塾。1875年。 私学である同志社英学校を設立し、英語、キリスト教分野で多くの人材を教育した人物は誰か答え、新島城。大隈重信の東京専門学校は1902年に何と開消したか答え、早稲田大学。 幕末の開校後には欧米から多くの宣教師が来日した。日本初の和英辞典を作ったアメリカ人宣教師は誰か答え、ヘボン。学術研究では、欧米から招かれた学者が活躍した。東京大学で地質学を教授し、フォッサ・マグナの存在を指摘したドイツ人は誰か 答え、ナウマン動物学の研究に大きく貢献する一方、大森貝塚を発見したことでも知られるアメリカ人は誰か答え、モース東京医学校にドイツから招かれた外国人教師は誰か答え ベルツ。破傷風血清療法やペスト菌を発見し、伝染病研究所を創設した人物は誰か答え、北里柴三郎。伝染病研究所に入り北里に指示し、1897年に赤力菌を発見した人物は誰か 答え、志賀清。アドレナリンを発見し、タカジアスターゼを開発製造した人物は誰か。答え、高峰常吉。オリザニンの抽出に成功した人物は誰か。答え、鈴木梅太郎。 1891年、神道は祭典の古族という論文を発表し、国体観念に反するとして非難を浴びた人物は誰か答え、久米国武。明治初期の文学で盛んであった、江戸後期の遊戯的文芸の系譜を引く文学を何というか答え、 下作文学。江戸時代の下作文学を継承し、あぐら鍋を表して人気を博した人物は誰か答え、金垣路文。明治時代の政治小説として有名な、歌人の奇遇の著者は誰か 答え、東海三史。統制書生記出の著者で知られる評論で写実主義を主張した人物は誰か。答え、坪内逍陽。坪内逍陽が写実主義を主張した評論を何というか。答え、 小説神髄。双葉亭使名は、話し言葉に近い口語体で文章表現をする技法で小説、浮雲を表し、坪内逍遥の理論を作品に結実させた。この表現技法を何というか。答え、原文一体。 権有者を結成した尾崎紅葉の金色屋社は現実の人情世相をあるがままに描こうとした。こうした文芸主張を何というか。答え、写実主義。感情と個性の躍動を重視する精神運動は日清戦争前後から流盛し、多くの文芸作品に投影された。 こうした文芸上の精神運動を何と言うか答え、ロマン主義。文芸雑誌の文学会はロマン主義文学の拠点となった。この雑誌を刊行した人物は誰か答え、北村東国。 軍医としてドイツ留学の経験を持つ森鴎外の代表作である恋愛と離別をロマン的に描写した作品を何というか答え、舞姫小説、荒野りの筆者は誰か答え、泉京花 文学界に竹比べを発表し、下町の少女と寺の息子の淡い恋をロマン的に描いた人物は誰か答え、樋口一葉。自然主義を確立した小説、破壊の著者は、ロマン主義の新大使の詩集、若菜衆を刊行した。この著者は誰か 答え島崎藤村日露戦争後の重苦しい世相の中で現実をありのままに描こうとする文学が主流となったこうした文芸主張を何というか答え自然主義自然主義文学の短編集「武蔵野」を表した人物は誰か 答えクニキダドッポ、フランスロシアの自然主義文学の影響を受けて小説「布団」を表した人物は誰か。答え田山い、知識人の内面を国家や社会の関わりで描いた「我が輩は猫である」などの小説を発表し 反自然主義と言われた人物は誰か答え、夏目漱石。1900年に与謝野鉄管の主催で創刊された、シーカを中心とする文芸雑誌を何と言うか答え、明星。 399種の和歌が収録された与謝野秋子の歌集を何というか答え、乱れ紙。写生に基づく俳句の革新と万葉調和歌の復興を唱え、俳句雑誌、ホトトギスを主催し、病床六尺を発表した人物は誰か答え、 正岡式。自然主義歌集の一役の砂や悲しき玩具で緊急する中での生活感情を歌った人物は誰か答え、石川拓木明治時代初期、おっぺけペーブシで人気を博し、創始芝居を始めた人物は誰か 答え、川上音次郎。日露戦争後には、西洋の近代演劇を翻訳、上演する動きが起きたが、これらは歌舞伎や新破劇に対して何と呼ばれたか。答え、進撃。坪内逍遥らが主催し、 翻訳上演の進撃で人気を博した文化団体を何というか。答え、文芸協会。幼いカオルラが主催した進撃団体を何というか。答え、自由劇場。公務省所管の高学校が開校され、 1876年にはフォンタネージ、ラグーザなどを招いて美術学校が併設された。この美術学校を何というか。答え、工部美術学校。工部美術学校を閉鎖して、1887年に設立された美術学校は、岡倉天心が校長を務め、 竜子図を描いた橋本画報は教授を務めた。この美術学校を何というか。答え、東京美術学校。岡倉天心と共に日本美術復興運動の推進に尽力したアメリカ人は誰か。答え、フェノロサ。 非母観音を描いた日本画家は誰か答え、加納法外。岡倉天心が反対派と対立して東京美術学校校長の職を辞し、1898年に橋本画報らと共に創設した美術団体を何というか答え、日本美術院。 日本美術院に参加し、落ち葉、黒き猫などを描いた画家は誰か答え、岸田俊奏。鮭を描いた西洋画家の草分けである人物は誰か答え、高橋雄一。収穫。 お代表作に持ち、日本初の西洋美術団体である明治美術会を結成した西洋画家は誰か答え、朝市中。古藩を代表作に持ち、フランス印象派の影響を受け、白馬会を創設した西洋画家は誰か答え、黒田聖貴。 白馬海に属し、海の幸を描いた人物は誰か答え、青木茂。テーマ77、大正デモクラシーと大正時代の文化。第一次世界大戦でヨーロッパが主戦場と化していた頃、日本は公共に沸き、輸出超過となり、 債務が一気に吹き飛んで再建国となった。この公共を何というか。答え、対戦景気。第一次世界大戦中の海運業の活況により、内田紀船を創設した内田信也のような成金が続々と誕生した。造船業、海運業で距離を得た成金を何というか。 答え、船成金。第一次世界大戦中、軽工業で特にアジア市場への輸出が急増した品目は何か答え、麺織物。大戦契機に沸くアメリカに対して日本が大量に輸出した品目は何か 答え、キート。第一次世界大戦は大戦景気をもたらした。満鉄が満州に設立した大規模な製鉄所を何というか。答え、安山製鉄所。労働者階級の地位向上と労働組合育成を目的に、 1912年に UI 会を組織した人物は誰か答え、鈴木文治。1921年、大日本労働総同盟 UI 会は、さらに大規模な団体に発展して、労使協調主義から階級闘争主義へと転じ、各地の労働運動を指導した。この団体は何か 答え、日本労働総同盟。1920年、社会主義者の統一組織として結成された団体を何というか。答え、日本社会主義同盟。社会主義者の間では、無政府主義と堺井敏彦らの共産主義が対立していたが、 1917年のロシア革命の影響で、1920年代には共産主義が優位に立っていた。無政府主義を唱えた人物は誰か答え、大杉栄。ロシア革命の影響で共産主義が台頭した。1922年。 坂井敏彦と山川人志が非合法のうちに結成した政党を何というか答え、日本共産党。1920年、無政府主義者クロポトキンの研究を咎められて休職処分となった東京帝国大学助教授は誰か答え、森戸達夫。 第一次世界大戦後、農村では小作量の減免を求める葬儀が急増した。この葬儀を何というか答え、小作葬儀。1922年、杉山元次郎を組合長として発足した小作人組合の全国組織を何というか答え、 日本農民組合。差別と貧困に苦しむ被差別部落の人々も団結を強め、1922年には解放団体を結成して差別からの解放を目指す運動を全国的に展開した。この団体を何というか。答え、全国水平社 1911年に平塚来長らによって結成された女流文学団体は、女性のみで作った雑誌、政党を発行し、女性解放運動の先駆けとなった。この文学団体を何というか。答え、政党者。1920年に結成され、政党者の女性解放運動を引き継ぎ、 女性の賛成権を要求するなどの運動を行った団体を何というか答え、新婦人協会平塚来長と共に新婦人協会の結成において中心的な役割を果たした女性運動家は誰か答え、市川ふさ 大正時代に起きた諸方面における民主主義的な動きを何というか答え大正デモクラシー天皇主権の下で一般民衆の意向を重視するべきだとする主張は天皇機関説とともに大正デモクラシーの理念となったこの主張を何というか 答え、民本主義デモクラシーを訳した民本主義を雑誌「中央公論」で唱え政党内閣制や普通選挙の実現を訴えた人物は誰か。答え、吉野作造。天皇を憲法に基づき統治権を行使する国家の最高機関とする 天皇帰還説を唱えた人物は誰か答え、三野部辰吉。1917年、貧乏物語を発表し、以降、日本にマルクス主義経済学を紹介した経済学者は誰か答え、川上め 植民地の放棄を主張し第二次世界大戦後に総理大臣を務めた東洋経済新報の記者であった人物は誰か答え「石橋丹山。禅の研究」を表して仏教とヨーロッパ哲学を融合した独自の哲学を打ち立てた人物は誰か 答え、西田北郎塔の物語を表し、日本の民族学の基礎を築いた人物は誰か。答え、柳田国夫。文学や美術でも新しい動きが生まれた。人道主義を特色とするこの新しい文芸主長を何というか。 答え、白樺派。大正時代、人道主義、理想主義の雑誌、白樺で活躍し、その妹を発表した白樺派の作家は誰か。答え、武者の孔子さつ。若い、暗夜航路を表した白樺派の作家は誰か。 答え、志賀直哉。カインの末裔、ある女を表した白樺派の作家は誰か。答え、有島武雄。小説、知人の愛はヒロインを性的に奔放なモダンガールとして描いており、 感覚の解放や官能的な美を追求する文芸主張を反映しているこの文芸主張を何というか答え「短美派」「知人の愛」「ささめゆき」などを書いた小説家は誰か答え「谷崎潤一郎」 近代都市は下町の景観を一変させた。これに反発し、江戸の面影が残る向島地区を舞台に、木刀木炭を表した人物は誰か。答え、長井花風。羅生門、花、河童を表した新主長派の作家は誰か。 答え、芥川龍之介。父帰る、真珠夫人を表した新市長派の作家は誰か。答え、菊池勘。大正時代に生まれた社会主義運動や労働運動の高まりと連動した文学を何というか。 答え、プロレタリア文学。プロレタリア文学の代表作、カニ光線を表した人物は誰か。答え、小林滝次。プロレタリア文学の代表作、太陽のない街を発表した人物は誰か。 答え、徳永素直大正時代に人気を博し、大衆小説の先駆的作品、大菩薩峠を表した作家は誰か。答え、中里海山。倉間天狗を表した大衆小説家は誰か。 答え、おさらぎ二郎。大正末期に発売された一冊一円の本は、1927年創刊の弱波文庫とともに低価格、大量出版の先駆けとなった。この本を何というか。答え、円本。 発行部数が100万部を突破した1925年創刊の大衆娯楽雑誌を何というか。答え、キング。大正時代、鈴木美恵吉が創刊した児童雑誌を何というか。答え、赤い鳥。 1907年に開設され、伝統美術、西洋美術共通の発表の場となった展覧会を何というか。答え、文展、または文部省美術展覧会。聖イいイル展を発表した大正時代の日本画家は誰か。答え、横山大観。 霊子像を描いたことで知られ、旧山界の結成に参加して洋画界の革新を図ろうとした人物は誰か答え、岸田流星。1925年に開始され、野球放送を行うなどして、娯楽の王様と呼ばれたメディアは何か答え、 ラジオ放送大正から昭和初期にかけて、都心では鉄筋コンクリートのビルのほか、和洋折衷の住宅が建てられた。このような住宅を何というか。答え、文化住宅。テーマ78、昭和の始まりと二つの教皇。 昭和天皇が即位して元号が昭和になった1926年、加藤孝明の死去に伴って、憲政会を母体に内閣が発足した。この内閣の首相は誰か答え、若月霊次郎。1927年、片岡蔵将の 東京渡辺銀行が破綻したという発言をきっかけにした取り付け騒ぎから起きた経済恐慌を何というか答え金融恐慌第一次若月内閣はある商社に対する巨額の不良債権を抱えた台湾銀行を緊急直令によって救済しようとしたがこれに失敗して総辞職したある商社とは何か 答え、鈴木商店。1927年、内閣を組織した立憲声優会の人物は誰か答え、田中義一。田中義一内閣は、銀行が預金者に対する支払いを一時停止することができる政策を3週間実施して銀行を救済し、 金融恐慌を沈めた。この政策を何というか。答え、モラトリアム。または、支払い猶予令。田中義一内閣の大蔵大臣として金融恐慌を収集させた人物は誰か。答え、高橋惚歴よ。 田中義一内閣は、1928年に緊急直令によってある法令を改正し、最高刑を死刑、無期とするとともに、全国の警察にも特別高等課を設置した。改正された法令は何か答え、治安維持法。田中義一内閣は、 欧米諸国に対しては協調外交の方針を引き継いだ。1928年に調印した条約は何か答え、不戦条約。田中義一内閣は、北伐を開始した国民革命軍に対抗して、北方軍閥を支援した。この北方軍閥の指導者は誰か 答え、超作林。田中義一内閣は国民革命軍に対抗するため3回の軍事行動を実行した。この軍事行動を何というか。答え、三党出兵。第2回三党出兵で日本軍は国民革命軍を破り、 災難場を占領した。この出来事を何というか。答え、災難事件。1928年末、北伐を完了して国民政府の中国統一をほぼ完成させた中国国民党の指導者は誰か。答え、小介石 田中義一内閣は中国については積極外交を推し進めた。さらに関東軍の一部では満州を直接支配すべきと考えて1928年6月事件を起こした。何という事件か。答え、張作林爆殺事件。1928年、張作林爆殺事件が起き、 田中義一内閣は総辞職した。この事件は当時何と呼ばれていたか。答え、満州房重大事件。立憲民政党は、1927年に憲政会と声優本党が合同して結成された。1929年、田中義一内閣が総辞職すると、 立憲民政党の総裁が内閣を組織したが、この総裁は誰か答え、浜口大幸。1930年1月、浜口大幸内閣が外国為替相場の安定と経済界の抜本的整理を図って行った政策は何か答え、 金輸出解禁、または金解禁。政府は1930年1月から金解禁を断行し、貿易拡大を図ったが、世界恐慌の影響によって成果の大量流出となり、深刻な恐慌状態に陥った。この時の増渉は誰か答え、井上淳之助。 1929年10月、ニューヨークウォール街の株価暴落を契機に始まった大不況を何というか。答え、世界恐慌。世界恐慌の影響を受けて、日本で1930年に起こった不況を何というか。答え、昭和恐慌。 昭和教皇の中で農産物価格の暴落、1930年の豊作貧乏と、1931年の東北中心の大教作から農村困窮が深刻化した。これを何と言うか。答え、農業教皇。テーマ79、満州事変と軍部の台頭。 浜口大沙内閣の時の1930年、首席全県の若月礼次郎、海軍大臣の宝部武氏が出席して、軍縮条約に調印した。この軍縮条約を何というか。答え、ロンドン海軍軍備制限条約、またはロンドン海軍軍縮条約。 ロンドン海軍軍備制限条約に対して、立憲政友会や軍部、右翼などは、海軍軍令部の同意を得ずに政府が兵力量を決定したことを批判した。この時政府は何をしたと批判されたか。答え、統帥権の甲板。 国民政府の中国統一に危機感を覚えた日本の軍や右翼は何と小裸に叫んだか答え、満蒙の危機。1931年9月の南満州鉄道爆破事件を何と言うか答え、柳城湖事件。 関東軍は竜城湖事件を中国軍の仕業と見せかけて、満州各地に進軍を開始した。この武力紛争を何というか。答え、満州事変。立憲民政党内閣は、満州事変不拡大の方針を示したが、軍部に同調する内務大臣らが造反して閣内不一致が起こり、退陣した。 この時の首相は誰か答え、若月霊次郎。犬飼強史内閣の時の1932年、関東軍は東三省を占領し、独立国家の建国を宣言した。この国名は何か答え、満州国。 身長最後の皇帝で満州国の失勢となった人物は誰か答え、不義。1932年井上日商が率いる決命団のメンバーが井上淳之助前蔵省や段拓馬三井合名会社理事長を暗殺する事件が起きた。この事件を何というか。 答え、決命団事件。1932年、海軍青年将校らが首相官邸や警視庁、日本銀行などを襲撃し、犬飼強首相を射殺する事件が起きた。この事件を何というか。答え、五一五事件。 犬飼強内閣は昭和教皇を脱出するために、金本位制からの離脱と管理通貨制度への移行を意味する、どのような政策を行ったか。答え、金輸出再禁止。世界教皇に対処するために、イギリスは、本国と植民地間の経済的結びつきを強め、 他国の製品に特権関税をかける排他的な経済圏を構築した。この経済圏を何というか。答え、ブロック経済圏。五・一五事件によって犬飼強首相が暗殺された後、海軍大将が後継首相に指名され、8年間続いた政党内閣は終了した。 この時首相に指名された海軍大将は誰か答え、斎藤誠。1932年、斎藤誠内閣の時、日本は権益を確認する議定書を取り交わして満州国を承認した。この議定書を何というか答え、日満議定書。 国際連盟理事会が満州事変の真相を究明するために日中両国に派遣した調査団を何というか答え、立トン調査団。1933年、国際連盟は総会で立トン調査団の報告をもとに満州国承認の撤回を日本に勧告したが、日本全権団は勧告を不服として議場を退席した。 この時の日本全権代表は誰か答え、松岡洋介。日本は1933年3月に行ったある通告により国際的に孤立していくこととなった。この通告の内容は何か答え、国際連盟脱退。 1933年5月には日本軍と国民政府の間で停戦協定が締結され、満州事変には一応のピリオドが打たれた。この停戦協定を何というか。答え、日中軍事停戦協,協定、または、単空停戦協定。1933年、文部大臣鳩山一郎は、 京都帝国大学法学部教授の滝川幸時が表した刑法読本を非難して京大に処分を迫る事件が起きたこの事件を何というか答え滝川事件1935年天皇帰関説が反国体的であるとして政治問題化すると 内閣は国体名調声明を発表し、天皇帰還説を否認した。この時の首相は誰か答え、岡田啓介。1936年、陸軍行動派の一部青年将校らが起こしたクーデターを何というか答え、2-26事件。 1936年、新たな内閣が成立し、陸軍による帝国国防方針の改定に基づいて、南方進出を明記した国策の基準を発表した。この時の首相は誰か答え、広田幸樹。2-26事件後の1936年3月に発足した広田幸樹内閣は、 軍の内閣への影響力を強める制度を復活させたこの制度を何というか答え軍部大臣現役部官政1937年広田後期内閣が軍と軍閣反対の政党の両方から批判されて総辞職すると陸軍恩恵派の人物が首相を目指したが 陸軍の反対で組閣に失敗した。この陸軍恩恵派の人物とは誰か答え、宇垣一茂ソ連では一国社会主義の下1928年から計画経済を行っていたため、世界恐慌の影響をほとんど受けなかった。この時のソ連の独裁的指導者は誰か 答え、スターリン。テーマ80、日中戦争と戦時下の統制。中国国内では、抗日運動の機運が高まり、1936年12月、張学寮が小介石を監禁して内戦停止と抗日を要求した事件をきっかけとして、国境合作への動きが強まった。 この事件を何と言うか答え、西安事件。4ヶ月と短命だった林千十郎内閣を経て、1937年6月、貴族院議長が、元老、軍、国民の支持を集めて巨国一致内閣を組織した。この貴族院議長とは誰か 答え、近衛文ロ第一次近衛文ロ内閣成立直後の1937年7月、露光橋で日中両軍が衝突するという事件が起きた。この事件を何というか。答え、露光橋事件。露光橋事件に端を発して始まった戦争を何というか。 答え、日中戦争。1937年末、日本は中国国民政府の首都を攻め落とした。この首都とはどこか。答え、南京。南京を攻め落とされた中国国民政府が観光、さらに奥地へと退きつつ徹底抗戦したため、 選挙区は泥沼化した最終的に国民政府が拠点を置いた都市はどこか答え1936年廣田耕輝内閣はソ連に対抗するためにドイツと日独防強協定を結んだ1937年には第一次近衛文麿内閣がイタリアを加えた協定を締結する。 この協定を何と言うか答え、日独遺三国防協協定。1938年11月、第二次このえ声明では、戦争の目的は日、万華が連帯する新秩序の建設にあるとした。日本が掲げた新秩序を何と言うか 答え東亜新1937年に起こった国家主義・軍国主義を掲げ国民に戦争協力を促した運動を何というか答え国民精神総動動員運1937年第一次近衛文麿内閣は 内閣直属の機関を設置し、物資動員計画を作成させた。1943年に軍事省に吸収されたこの機関を何というか。答え、企画院。1938年4月、第一次近衛文丸内閣は、 政府が議会の承認なしに戦争遂行に必要な労働力や物資を動員できるとする法令を定めた。この法令を何というか答え、国家総動員法。1939年に制定された一般国民を軍需作業に動員する法令を何というか 答え国民徴用令1939年に制定された公定価格制の実施を定めた法令を何というか答え、価格等統制令総力戦を遂行するため 労働者を全面的に動員する目的で結成が進められた労使一体の組織を何というか答え産業法国会テーマ81第二次世界大戦と日本の対応1939年1月 第一次、この絵踏丸内閣の後に発足した内閣の首相は誰か答え、平沼喜一郎。日独の軍事同盟締結への動きを知ったアメリカは、1939年7月、平沼喜一郎内閣下の日本に対してある条約の廃棄を通告した。ある条約とは何か 答え、日米通商公開条約。1939年8月、ドイツがソ連と条約を結んだ。この事態の急変に、平沼喜一郎内閣は対応できず、同月に総辞職したが、この独ソ間の条約を何というか。答え、独ソ不可侵条約。 1939年9月、ドイツがポーランドに宣戦線布告。これに対してイギリス、フランスがドイツに宣戦線布告し、戦争が勃発した。この戦争を何というか。答え、第二次世界大戦。安倍信之内閣は、欧州戦争不介入の声明を出すが失勢続きで退陣し、 1940年1月に海軍大将が内閣を組織した。首相に就任した海軍大将は誰か答え、与内光政。1940年6月、この絵文丸は数密院議長を退き、全国民の戦争協力を目指す運動を始めた。この運動を何というか 答え、新体制運動。1940年7月に成立した内閣の首相は誰か答え、この文踏みまろ。1940年10月、新体制運動を推進する指導的組織が発足した。この組織を何というか 答え、体制翌千九1941年、国家主義的教育を推進するために、小学校は何に改められたか。答え、国民学校。発売禁止処分となった、ファシズム批判を表した人物は誰か。 答え、河合英二郎。人大史の研究などの著書が不敬であるとして発禁処分となり、早稲田大学を辞職後、起訴された日本史学者は誰か。答え、津田総吉。1940年、第二次近衛文丸内閣は、 日本の傀儡政権である新国民政府を南京に樹立した。この政府の主犯となった国民政府の要人は誰か答え、王朝名。または、王政英。1940年9月、日本は降伏したフランスの植民地インドシナ北部に進出した。この軍事行動を何というか 答え、北部仏印進駐。北部仏印進駐とほぼ同時に、第二次このえな内閣下の日本が締結した軍事同盟を何というか。答え、日独伊三国同盟。日独伊三国同盟の締結直後に、くず鉄、成功の対日輸出禁止など、 日本への経済制裁措置を本格化した国はどこか答え、アメリカ。第二次近衛内閣は、日米交渉でアメリカとの衝突回避の道を探りつつ、1941年4月にソ連と条約を結んで北の安全を確保し、南進への準備を進めた。ソ連と締結した条約を何というか。 答え日ソ中立条約1941年7月第2次近衛内閣が松岡洋介外相を排除するため一旦総辞職し同月に第3次近衛内閣を組織した同年同月日本軍は東南アジアでの軍事行動を実行したこの軍事行動を何というか 答え、南部仏印進駐。日本の南部仏印進駐に対抗し、アメリカは在米日本資産の凍結と、ある品目の対日輸出の禁止を決定した。この品目は何か答え、石油。アメリカは、イギリス、中国、 オランダと共に対日経済封鎖を行った。この経済封鎖を何というか。答え、ABCD 法囲人、または ABCD ライン。1941年9月、日米交渉の期限を10月上旬に区切り、交渉失敗の場合にはアメリカ、イギリス、 オランダとの戦争開始に踏み切るという方針が決定された。この方針を何というか答え、帝国国策遂行要領。1941年10月に成立した内閣の首相は誰か答え、東條秀樹。 1941年11月、アメリカからの最終提案文書は満州事変以前の状態に戻すことを日本に要求するものだった。この文書を何と言うか。答え、春ノート。テーマ82、太平洋戦争と日本の敗戦。 1941年12月8日、陸軍がイギリス領マレー半島に奇襲上陸し、海軍はハワイ真珠湾を奇襲攻撃した。日本はアメリカ、イギリスに宣戦線布告し戦争が始まった。この戦争を何と言うか答え、太平洋戦争。日本政府は日中戦争を含めた戦争を何と呼んだか 答え、大東亜戦争。日本ではこの戦争の目的を何の建設にあるとしたか。答え、大東亜共栄圏。太平洋戦争中に一度だけ行われた1942年4月の衆議院議員選挙を何というか。 答え抑産選挙1942年6月の海戦での大敗北を機に戦況は悪化していったこの海戦を何というか答えミッドウェイ海戦朝鮮台湾で取られた日本語教育をはじめとする同化政策を何というか 答え、公民化政策。アジア太平洋戦争中の1943年11月、日本政府は東アジア、東南アジア諸地域の新日政権の首脳を集めて会議を開き、結束を誇示した。この会議を何というか。答え、大東亜会議。 サイパン陥落の責任を取って、東条秀樹内閣は総辞職、続いて陸軍大将が首相となり、海軍大将の与内光正との陸海軍連立内閣を組織した。首相になった陸軍大将は誰か答え、小磯国明。1945年4月から3ヶ月近くに及ぶ戦いの末、 1945年6月、アメリカ軍に占領された場所はどこか答え、沖縄本島。1945年3月10日に行われた、一晩でおよそ10万人が死亡した無差別爆撃を何というか答え、東京大空襲。 1943年11月、アメリカのローズベルト、イギリスのチャーチル、中国の小介石がエジプトで会談を行い、日本の無条件降伏を目指す宣言が発表された。この宣言を何というか。答え、カイロ宣言。1945年2月、アメリカのローズベルト、 イギリスのチャーチル、ソ連のスターリンが、クリミア半島で会談を行い、ソ連の対日参戦などが話し合われた。この会談を何というか。答え、ヤルタ会談。沖縄上陸を受けて小磯国明内閣は退陣し、新たな内閣が組織された。この時の首相は誰か 答え、鈴木貫太郎。アメリカが1945年8月6日広島に、次いで8月9日長崎に投下した兵器は何か。答え、原子爆弾。1945年7月。 日本への無条件降伏勧告と日本の戦後処理方針を示した宣言が発表された。この宣言を何というか。答え、ポツダム宣言。日本政府が連合国にポツダム宣言受諾を通告した翌日の8月15日、昭和天皇がラジオ放送で戦争終結を国民に知らせた。 この時のラジオ放送を何というか答え、玉音放送。1945年9月2日、アメリカの戦艦ミズーリ号上で降伏文書に調印した外相は誰か答え、茂光守。 お疲れ様でした。この動画の問題は学研さんの提供により作成されています。問題集を合わせて使用することでさらに効率よく学習することができます。問題集ではさらに多くの問題が掲載されています。さらにスマホアプリで全問題の聞き流しが可能です。ぜひ本を購入し活用してみてください。詳しくは説明欄にある動画をご覧ください。今後も高校生の勉強に役立つ動画を どんどん投稿していきます。よろしければチャンネル登録をして新しい動画も活用してみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。